い、皆さんこんにちは、清水真一です。いつもパティシエチャンネル見てくださってありがとうございます。今日は、コーヒーのシフォンケーキ作っていきたいと思います。以前に上げたシフォンケーキの動画、それから英訳も、つけた動画も上げましたけども、非常に好評を、いただいておりましたので、今回は、そのコーヒーバージョン、作っていきたいと思いますので、ぜひ、マスターしてください。よろしくお願いします。清水真一マネジメントチャンネルもよろしくお願いします。はい、皆さんシフォンケーキってお家で作られるメニューの、とても人気が高いものだと思うんですけれども、結構難しくないですか？何度も失敗したりしてませんか？以前のシフォンケーキの動画でもそうですけども、この動画も、間違いなく、失敗しないシフォンケーキ、皆さんに、お伝えしていきますので、そのためにはポイントがいくつかあります。メレンゲの立て方、それから粉の合わせ方、もちろん配合上のね問題もあると思うんですけども、その辺しっかりと、説明していきますので、皆さんお見逃しのないように、チェックしてください。はい、今日使うシフォンケーキですけれども、直径が17センチ、それから高さが7センチの、これアルミですけれども、こうセパレートタイプのシフォンケーキの型、使っていきたいと思います。で、大きさによって、配合の分量も違ってきますけれども、まあ、皆さんの方でね、大きかったり小さかったりする方はあると思いますけども、その辺はまあ調整していただいて、作ってもらえればと思います。はい、では一番最初に、粉をふるっていきます。で、この配合を見ていただいて、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんけれども、このシフォンケーキの配合には強力粉が入ります。通常薄力粉だけだと思うんですけども、強力粉を入れることで実はですね、沈みにくい、生地が出来上がるんですね。かといって強力粉だけだと、固いケーキになってしまいますので、その辺をカバーしていくのが後ほど、ご説明をするメレンゲの立て方ですので、ご注目ください。はい、ではこちらのボウルに卵黄と卵白、それぞれ計量したものを一緒に入れてあります。全卵何個とかいう配合ではなくて、卵黄と卵白とそれぞれ、グラム数決まってますので、お間違いのないようにお願いします。この卵をまずほぐします。しっかりとほぐしてください。ほぐれたところでグラニュー糖を入れていきます。ほぐれてない卵のほぐれてないところに砂糖を入れるとダマになりやすいので気をつけてください。しっかりとほぐしてからお砂糖を入れます。はい、そしたらこちらハンドミキサーを使って泡立てていきましょう。全卵何個という配合もあると思いますけれども、あえて僕の配合では卵黄と卵白をそれぞれグラムを測って計量しています。このこともね、すごい重要なポイントで、全卵何個だとね、どうしても卵白の方が多いんですけども、卵白の量を、少し調整して減らしてますので、よりなんて言うんだろうな、卵黄の、濃さ、それから、立ち上がりもしっかりと、卵白が多すぎるとね、ふわふわになりすぎてしまうので、卵黄でしっかりとした固形性を保つように配合を調整してます。まずこの卵黄と卵白、それからグラニュー糖を、しっかり白っぽくなるまで泡立ててください。これロールケーキの生地とかデコレーションケーキのスポンジ、焼くときと同じで、一定方向に回し続けます。まあ、僕の場合は時計回りに回し始めましたので、ずっと時計回りに回し続けます。持ち手を変えても回る方向は変わりませんので、まあ、そうすることで、気泡の目の整い方を途中でね、逆方向にしてしまうと目を壊してしまいますので、細かいことですけれども同じ方向に回し続けていきます。スポンジとかを立てるときと同じように、湯煎にかけて少し温めながら立てる
という方法を取っていただいても結構です。まあでも、まあ、温める必要もなく失敗しないシフォンケーキになりますので、まあ、冷蔵庫から出したてというのだとちょっとあれですけども、まあ、少し5分10分常温に置いた、ね、卵であれば問題ないです。はい、徐々に、泡立ってきて白っぽくなってきてます。はい、表面に、泡がそれほど出てこなくなってきてました。で、色も白っぽくて、あの、艶も出てきてますね。あの、泡立ってきてる証拠です。はい、しっかりもったりとしてきたところで、ミキサーを止めます。で、一旦これ置いといて、続けてメレンゲ立てていきます。で、このメレンゲの立て方が非常にポイントになります。メレンゲの立て方という動画も上がってますので、そちらもですね、ぜひ参考にしていただければと思います。はい、まず卵白に一つまみの砂糖を入れてほぐしていきます。最初に卵白は立てるというよりもしっかりとほぐしてください。で、しっかりとほぐれたところでダイヤルを中高速、この場合は5段階あるうちの4ですね、4段階で卵白が分離してくるまでしっかりと立てます。このシフォンケーキはこのメレンゲの立て方によって出来上がりが非常に変わってきますので、ここが一番のポイントです。立てなさすぎてもシフォンケーキは浮きませんし、立ちすぎてしまっても、最後の、ね、生地合わせ、粉合わせのところで何度も何度も混ぜることになって結果生地が死んでしまうことになりますので、失敗のないメレンゲの立て方をマスターすることで一番状態のいいものが作れるようになります。はい、卵白が雲のようにしっかりとモコ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 と、立ってきました。で、ボウルの縁を見てみると少し分離っぽくなっているのが分かると思います。このような状態まで砂糖一つまみだけでしっかりと泡立ててください。そしたら、ダイヤル4を3、さらに弱い力に変えて残りの砂糖をすべて入れていきます。で、こういうメレンゲの立て方をする人は、まあほとんどというか少ないと思いますので、最初皆さんこの動画見られて驚かれると思いますけども、ぜひね、やってみてほしいんです。あの、このメレンゲの立て方が一番失敗しません。失敗しないというよりも、あの、ものすごく状態のいいメレンゲを作ることができます。柔らかくて、にもかかわらずコシがある、消えにくい、しっかりとしたメレンゲを作ることができます。はい、あの、ツヤのあるメレンゲになってきましたね。はい、このような状態で最高だと思います。わかりますかね、角がピッと立ってツヤのある、非常にいいメレンゲが出来上がりました。はい、それでは生地を合わせていきましょう。まず、最初に立てておいた卵黄卵白の方に、大体どんぐらいだろうな、3分の1ぐらいですかね、卵白入れます。で、この時の合わせは、もうゴムベラ使ってジェノワーズやロールケーキですねの生地を合わせるときのようにゴムベラを縦に使って生地を合わせていってください。メレンゲが、大体3分の1ぐらい入ったところで、ここで粉をまず半分合わせます。量も少ないので一度に全部メレンゲ一度にドーンといって次に粉ドーンといっても合わせられるんですけども、
より丁寧に作っていきます。1回ずつ、な、2回ずつにね、分けていきますけども、はい、そしたら残りのメレンゲ全部いきます。ゴムベラを縦に使ってボールの真ん中を通して手首を返すというこの作業を繰り返し行います。ここでね、なんだろう、よく言われるメレンゲの立て方でをやってしまうと、硬いメレンゲ、しっかりとしたメレンゲが立ってるようで合わさりづらくて玉が残っちゃったりするんですよね。そんな経験皆さんないですか？でも僕の立て方だとしっかりしているにもかかわらず馴染みがいいんですね。はい、そして残りの粉です。そんなに焦る必要はありませんけれども、なるべく時間をかけないように混ぜてください。はい、このようにメレンゲと粉が合わさりました。はい、そしたらここに、太白のごま油入れていきます。もうこれ常温のままで大丈夫です。サラダオイル使う配合が多いですけども、まあサラダオイルでも全然問題ありませんが、太白のごま油の方が体にもいいですので太白のごま油をおすすめします。はい、生地が出来上がりました。そしたらですね、水、それからコーヒーです。コーヒーはインスタントのコーヒーで結構ですので、この場で水に溶いて、まあ、濃縮コーヒーをここで作ってあげます。はい、そしたら出来上がった生地を少量このコーヒーの方に入れてあげて、まずここでね、水分をなじませてあげてください。はい、そしたらこれを元のボウルの方に移します。でここで水分が生地全体に行き渡るように優しくではありますけどもしっかりと合わせてあげます。このような形でマーブル状がない状態でしっかりとコーヒーの水分もですね生地の中に浸透しました。このような状態です。しっかりと保形性のある少しもったりとした生地です。この時点でシャバシャバっとしてしまってたとしたらもうそれは失敗にですので、原因として考えれることはメレンゲの立ちが弱い、それから、今最後に水分入れましたけども水分を入れた時に生地を混ぜすぎてしまって生地が死んでしまった、ということが考えられます。こちらの生地を四方の型に流し込んでいきます。なるべく低い位置から、優しく静かに流し込んでください。はい、生地が全部、入ったら、縁に生地を沿わせます。シフォンケーキはこうすることによって生地がこの上のところに引っかかってね均等に焼き上がってきますのでこのような状態で型に流し込みます。はい、そしたら170度に予熱をしたオーブンで焼いていきます。170度のオーブンで25分で焼き上がりました。でこの状態で、シフォンケーキは冷まします。でシフォンケーキというのはここに、まあ、突起があるんですけどもこのようにしてですね逆さまにして、冷ませるようにこの真ん中の、まあ、煙突のようなものが出てるわけですね。でこうすることで
比重が重くて、まあ、こういうふうに言ってますので、比重が重くてこう下にこう沈みがちのシフォンケーキを逆さまにすることで、下に沈ませない、そんな、意味合いもあります。で、完全にこれ冷めましたので、型を抜いていきたいと思います。で、シフォンケーキ抜くときに、専用のシフォンナイフというものがありますけども、僕も使ってませんけども、まあ、こういったペティナイフできれいに抜くことができますので抜いていきたいと思います。まず一箇所にペティナイフを壁に、この型の壁に沿わせて刺します。で、そこから、回しながら壁の方を必ず刃が伝うようにして一周刺してください。はい。で、あんまりこうグイ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 やってしまうと、側面が傷ついてしまいますので気をつけてください。で、これセパレート式ですので、このように抜けます。そうすると、まあ、見ていただくと分かりますけども、側面が、傷のついてない状態できれいに、抜けています。はい。そしたら今度は、底ですね。底にペティナイフを入れて、真ん中までナイフが届いているのを確認しながら、刃をそこにこう沿わせながら一周させてください。そして最後にこの煙突部分の真ん中、ここに刃を入れて壁に刃を沿わせながら一周させます。はい。そうするとこのようにきれいにシフォンケーキ抜くことができます。はい。今日も最後まで、見ていただいてありがとうございました。面白かった、勉強になったという方、ぜひチャンネル登録、それからいいねボタンよろしくお願いします。もっともっとお菓子作りを本格的に学びたいという方のために、概要欄にホームペストリーというものがあります。そちらは有料の、会員さん向けの生配信のお菓子教室です。